まず元肥、これ絶対大事ですね。植え付ける前には土の下の方にこのプロが使う基本肥料、これを、適量バラバラっと撒いていただいて混ぜ込んでいただきます。で、たくさんを入れる必要ないです。まあ、これだったら3株ぐらいだったら8号鉢で植えるじゃないですか。そしたらまあそうですね、下の方に引く土に対して一握りの半分ぐらいを混ぜていただいてバーッと混ぜていただく。で、地植えの場合にはもうパラパラパラっと土に撒いていただいてちょっとかき混ぜていただくみたいな形がいいと思います。加湿をすごく嫌うんですね。見た通り、ちょっともうなんか少し濡れてしばらくするともう黄色くな、葉っぱがすぐに黄色くなってきちゃうっていう感じなので、しっかりと乾いてからお水を与えるっていうようなリズムにしてください。